Hey, what's up? トラジローです。今回ですね、生配信中の暴言の事件について取り上げていきたいと思います。正直ね、この件ちょっと取り上げるか迷ったんですけども、知ってる人は知ってる内容だと思うんですけども、知らない人からすると、簡単に説明すると、とあるグループが FF14 を生配信してたんですけども、その生配信中に、高難易度コンテンツといって結構難しいコンテンツがあって、何回も何回も繰り返し練習したりとか予習とか勉強っていうレベルぐらいでやって、やっとクリアできるようなコンテンツなんですけども、そのコンテンツ行ってる最中にちょっとこう操作がね、うまいこと言ってないプレイヤーが他にいて、その人たちのことを晒しながら、または暴言を吐きながら生配信をしたと。でまずなぜこの内容をね取り上げることになったのかっていうと、ネットで検索すると、まあその事件がね出てくるんですけども、それについて見たら、 F14 プレイ中の初心者の方とか、もしくは、プレイしてない方の意見で、 F14 ってこんなやつらがばっかりいるゲームなんや、なんかやっても嫌やなとかいうような、まあ、意見を見たんですけども、 No, no, no、 そんな人間ばっかりじゃないよっていうことを今回はお伝えしたいと思います。YouTube 上に上がってて、これ一応この流れとしては違法アップデートになるかなと思うんで、そのうち消されると思うんですけども、そういった動画の方がねぶっちゃけ拡散が早いと。その動画を見た人が、あ、14ってこんなこと言うやつおんのっていうね、いうのを見るかもしれないんですけど、まあ、ざっくり見た感じだと、まあ、グループが陰口をぐちぐち言ってる感じで、配信に向けてなんかこうやってる感じじゃないかなというふうに見えたんですけども、ちょっとこう情報精査してると、やっぱり生配信してることは認識してる状態で世界に晒していくみたいなね、暴言があったんで、やってることはちょっとひどいなと。まあその後ね謝罪文出されてるんで、もうこれ以上なんか言うことはないんですけども、まあこの件は置いといて、果たして FF14 はそんな人間がばっかりなのかっていうと、繰り返しになりますがそうではありません。これ FF14 って今ユーザー数がすっごく多くて2000万人いるんですけども、その中のうちの8人かな、あれちょっと何人か分かんないんですけど、数人が、ああやって配信しながらやってたっていうところで、すっごいね、割合的には低いんですよ。確率的に言えばもう何分の1よっていう感じで、もうパチンコのプレミア演出より低いんじゃねっていうね、ぐらいの割合なんですけども、でこれ現実と同じように考えてほしいんですけど、例えば会社で通ってるとします。そしたらね、その会社内で、例えば会社に対してとか、その同僚とか上司に対して会社の人間のことをぐち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 陰口をね、こう仲のいい人らでこう言いまくってね、叩きまくってる人たちっているじゃないですか。特に会社の飲み会、そのグループ一つのグループの中で飲み会とか行ったら、ひたすらその愚痴だけでね、その飲み会が終わってしまうとかいうような感じを目にしたことがある人はあると思うんですけども、まあ、あれと同じような感覚やなと。まあ、陰口じゃなくて晒してるっていう時点でちょっとやっぱり悪意あるなっていうのはあるんですけども、まあ、そういう人ってやっぱり一部いるよねっていう話で、みんながみんなそうではないと。自分の周りはどうなのかっていうと、自分の周りではそういうことを言う、まあ、暴言を吐いたりする人は基本的にはいないです。ただ自分もね、暴言とまではいかないけど、愚痴をこぼすことはやっぱりあります。例えば高難易度コンテンツ、難しいコンテンツを挑んだ時に、自分の能力を上げる、キャラクターの能力を上げる薬とかご飯っていうのがあって、まあ、それを食べることで一定時間の間ずっと能力が強化されるっていうんですけども、このゲーム高難易度コンテンツになると、ずっと強い敵をね約10分間殴り続けるっていうことになるんで、その能力が違うだけですっごい差が開くようになるんですね。時間が長ければ長いほど差が開いてくると。その差のおかげでわずか残りの体力を倒せずに倒しきれないっていうね、ケースがあった時に、あの人飯と薬ぐらいちょっと食べてくれよっていうような意見があったりします。これに関しては具体的には攻略情報っていうのがこう公式から出てないので、やっぱり昔みたいに攻略本みたいなもんがね、ないので、なんかこうなんか参考にするもんがねなかったり、そういった人たちのために動画作っていくようにはしているんですけども、まあ、やっぱそういう知らないことっていうのがやっぱりあると思います。そしたらそういった人に対しては基本は優しく教えてあげるよっていうのが主に多いです。自分もやっぱこうした方がいいですよとかいう風なアドバイスをもらったりするし、まあ仲のいい気の使わないフレンドだったら、いやそこを飯食えよとかね、まあそういう風にアドバイスをもらったりはしてるんで、まあこういったゲームってチャットを使うことが多いんで、チャットだけだとねどうしてもこう伝え方がうまく伝わらなくて、人の捉え方によってはきつい言われ方をした、
でも本人はそのつもりではないのにっていうような状況とかケースが結構多かったりするんで、そこは実際に顔を見ながら話をするという点と比べるとちょっと意思疎通がしにくいのかなという部分はあるんですが、なかなかねここまで人と接するゲームって他にないので、このゲームやるとね特に人との関わりが多いから、そういった人間のなんだろうな闇の部分っていうわけじゃないけど、そういった部分が見えてしまうとやる気が落ちるっていうことなんですけども、だからねもうやっぱり最近ずっと言ってるんですけど、この F14 は、一種の SNS という捉え方をしてもいいんじゃないかなと。でないとね顔見えないから、知らない人だから別に適当でいいやっていう部分にやっぱ基本になると思うんですよ。てか僕が最初そうでした。 MMO を始めたての頃なんか所詮ゲームだしね、なんかそんな人とあれなんか考えてもって思ったんですけども、こう長いことやってるうちにマジでこれ人と接するゲームやなと途中でこう切り替えが入って、でそこからやっぱりできるだけ現実と同じように人との接し方っていうのを考えるようになっていったというわけで、おかげでネットに対しての耐性がついたっていうのはすごい今では感謝する部分なんですけども、そういったこともあって配信中の暴言についてはこのグループに関しては良くはないことをしたということで、その件はもうそこまでで、で何が言いたいのかというと14のプレイヤー層はそんな人ばっかりじゃないよっていうことでした。ちょっと長々となってしまいましたけど、例えばなんですけども、自分が100人いるグループに所属してたとして、そのうち1人2人がねなんかやらかしてしまったのに、外部からは全体に対して同じように思われるっていう、自分は違うのにっていうね、ケースみたいなお話でした。今後は自分も生配信はやっていきますし、発言には気をつけながらやっていきます。今回話題になってたのがグンヒルド霊式っていうコンテンツなんですけども、自分もちょっとねこれグンヒルド霊式挑んでケルベルス取りたいっていう目標はあるんで、近いうちグンヒルド霊式の固定を募集します。で、練習して最後のコンプリート目的かな、コンプリート目的でクリアできそうだなってなった時に生配信してクリアを目指すっていうことはやりたいと思ってます。はい、霊式でもねそういった暴言とか聞くことが多いっていうのはあるんですけども、そういった中でもできるだけ楽しく、できるような環境を作って生配信したいかなとは考えてます。はい、最後ねちょっと告知みたいになっちゃったけど、はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。